サイクロン。ジャパンの超新星堀飛躍、日本人選手ナンバーワンの身長198センチ、その長身から繰り出される豪快なキックで KO を連発。必殺技ハイパーサイクロンで相手を吹き飛ばせ。堀飛躍が一気にマッシュ追い詰めている。初めて外国人選手に挑戦、サモアのスーパータフマンマイティーモー。なんとこの男、ビルの下敷きになっても怪我一つなかったという伝説を持つ。必殺ハイパーサイクロンはこの怪物に通じるのか。第3ラウンドです。ここまでジャンピングハイは出していません。ミドル首相撲から膝、そろそろマイティーモーが疲れてくると思うんですよね。あと矢島さんね、はい、鼻血のせいで呼吸が苦しいので余計マイティーモーがちょっとスタミナ切れてましたね。あ、そうですか、ということは堀にとってこの第3ラウンドチャンスですね。そうですね、ちょっと圧力がですね弱くなってきましたよね、マイティーモーの方も。明けぼのさん、マイティーモーいかがですか。いや、非常にボクシングうまそうですね、ちょっと見られたいぐらいの腰のうまそうですね、重みが感じられますね、はい、動きもいいですよね。ロー重いですね。マイティーモーがロー、バランス崩れますからね、堀選手ね。今持ってきました、レイセプロのジム で練習をしてきたということでありまして、この堀がキックで倒したいといったことを受けて、俺はレイセフォーのその世界レベルのキックを知っていると言っていた。膝を出していく、打たれ強いですよね、やっぱ格闘技で一番重要なのはやっぱり気持ちとかですね、こういう打たれ強さって体力ですから、はい、今井さん、はい、今大きな声出ましたね。痛そうですね、音がすごいですね、はい、衝撃というのはかなり感じられると思います。パンチ合わせた、堀も食らっています。八島さん、はい、堀陣営ですがね、待っていると相手が来る、自分から左のミドルだ、このラウンドで倒そうという指示が出てますね。この3人が右が伸びていきました。ロー効いてますよ。効いてますか、さあこの3ラウンドで仕留めたい、いけいけという赤コーナーサイドから声が飛んでいます。止まりましたね、ロー効いてます。止まりましたか、チャンスですよ、堀チャンスです。より開く、止まりましたね。2004年を切り開くか、スタミナが完全に止まる、ね、ちょっと切れてきました、そしてなんかこう足が効いてですね、大振りになってきてますね。右足がね、やっぱりかなり痛そうですね。足効かせると踏ん張れないんでパンチも弱くなってくるんですよ。ですからどんどん戦力を奪ってきてですね、インローも入れてもいいんですけどね、リーチの差があるんでね、あそこで前足に3ラウンドで仕留めるか。少しバランスが崩れた、堀も苦しくなってきたか。ローを出している、いいですね、ローミドルってね、このローもガッチリ入っている、動きが止まった、苦しみに出したキック、それを受けて今度はパンチ、ローの連打、タフだ、根性ありますね、倒れませんね、気持ちが強いですね。残り30秒となりました、第3ラウンドです。動きが止まってきたマイティーモー、このラウンドで仕留めたい。堀先生ね、このクリンチが良くないですね。疲れると必ずクリンチするんですけども、また出されましたね、K-1 でですね、このクリンチを攻撃のないクリンチはですね、積極的に反則取っていこうということなんですね、はい、よりアグレッシブな戦いを見たい、はい、ということですね。離れて打ち合うのがやっぱり K-1 ですから、はい、第3ラウンド終了、この後第4ラウンドに突入です。堀飛躍、あ、これは会場に来ている佐々木選手ですね。大魔神が見つめていますよ。そしてヤクルトの五十嵐選手、あ、やはり今キャンプやってますから、そうですね、この沖縄大会をリングサイドで著名人が見つめています。このラウンドチャンスですね。第4ラウンドに突入、インド合わせていきます。右足は完全に効いてますね。このラウンドに倒さないとダメですね、堀選手は。左来ましたよ、来ましたよ、ダウンだ、ダウンですね。立てるか、堀飛躍立てるか、初の外国人との戦い、立てなければ立たなければならない、気合で立った、気持ちで立った、守りから攻め、あ、聞いてます、聞いてます、聞いてます。これは
ダウンではありません、ダウンではありません。でも早く叩いてダウンですよ。こうしのぎたいですね。ローが効いているはずなのに、マイキーいいですね。まだパンチは重いのか。やっぱりね、堀選手はこうやって痛みずに上手いところ。これは後ろから行きましたか。ガードしながらもアッパーを狙ってきた。来ました。ダウンです。2度目のダウン、2度目のダウン。青くいしまった。世界に進むためには勝たなければならない。大歓声に包まれました。沖縄コンベンションセンター、あと1回のダウンで負けてしまう。3ノックダウン制、しのぎたい、しのいで勝ちたい。パンチは見ています。ロー出していく。あと1回のダウンで堀は、カウント負け。超新星堀開きで敗れました。大逆転ですね。今そのコーラルブルーのマットに沈みました。パワーは怖いですね。パワーは怖いですね、やっぱり。